はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、どうでしょう、ご覧ってのはあなたがこの金融なんかそのなんていうのかな、デリバティブって聞いてなんかこう覚えてらっしゃいますかね。デリバティブ、多分なんかその年代世代的にああってなんかこの金融派生商品ですよね。一時なんかこうね、あの一世風いい意味でも悪い意味でも一世風靡したじゃないですか、ね、で今なんかこの地方銀行がね、この悪質なこの金融派生商品デリバティブをね、この高齢者をターゲットにしてるのかな、直接じゃないみたいなんですけども、まあ、なんか要は顧客を騙してね、この売りつけるっていうなんかそういうね、この事例がね急増して、金融庁がねもうブチ切れたっていう、そういうお話なんですよね。地方銀行、結局金融屋は金融屋でどいつもこいつもなのかね、これ。で、ちょっと内容見ていきますけども、金融派生商品デリバティブを組み込んで、高い利回りを売り物にした、仕組み債の、販売が地方銀行で増えてんだって。で、これ引っかかる人まだいるんだ。てかもう忘れちゃったのかな。てか知らない世代ではないよね。まあ、銀行が進めるものなら安心だと購入する人が多いんだって。これがもうなんかえって気がしますけどね。違うんだ。で、まあそういう人が多くて、あとこの株価などのこの指標が事前に決められた水準を下回るノックインで、まあ、大きく元本割れするリスクを抱えていると。で、まあ金融庁も問題視し始めている。だからまあ金融庁は金融庁で動きがかったるいってことだよね。で、まあこの急拡大している背景には、地方銀行の厳しい懐事情があるんだって。まあ、どうやらこの記事としては、これまあソース朝日なんですけど、まあなんかこの地方銀行になんかお気の毒な、まあそういう裏事情がみたいな、そういう体で書かれてるんですよね。まあなんか朝日的にはこの地方銀行を擁護するかのようなテイストでね、この記事をまとめられてるんですけどもね。まあどういう意図があるのかな。ちょっと内容見ていきますけれども、なんだろう。銀行の担当に勧められたんだけど、どう思うと。東京都内40代自営業の男性がこの年末、帰省先の関西で商店を営む70代の義理の母から仕組み債の購入について相談を受けたと。やっぱ高齢者を狙ってるってことだよね。もう騙す気満々じゃん、じゃあ。パンフレットには年率1から 3%、括弧仮条件。とあった、銀行の定期金利の1000倍程度、仕事や投資信託の購入で長い付き合いのあるメインバンクである地銀からの勧誘だったと。で、担当者は70歳以上の方には投信の販売ができなくなりました、より安全な債券のご提案です、手数料もかかりませんなどと投資を持ちかけてきたそうで、金融業界で勤務経験の豊富な男性は義理の母に購入しないように説得、証券会社の私も銀行がこんな商品を高齢者に安全と謳って売っているのは問題だと憤っていると。まあこの後もね、ちょっとボリューム結構あって続くんですけども、興味ある人はね、まあちょっと見てみてもいいと思いますけども、いやまあ要はこのノルマが相当きついらしいんですよ。なんかこの地方銀行のね、このノルマ、なんかその内部事情みたいなのもこの記事の後半で続いてたんですけども、まあその待遇的な話、まあだからかわいそう、こうなるのもしょうがないとか、なんかそんな風には全然思えないんですけども、まあノルマ達成率をこうある程度高い位置でキープし続けて、まあトントン拍子に昇進してって、まあ、なんだろう、この支店長クラスで、なんだろう、1000万弱ぐらいらしいですよね、どうやら。まあ、ただ、ノルマ達成できないと、まあ、当然ね、この窓際で、精神的にも追い詰められるし、まあ、なんか、途中でね、ドロップアウトする人も結構少なくないみたいなね。うん。というか、これさ、まだやってるのっていうのが、ちょっと個人的に正直な感想なんですけども。だって、投資信託で問題になってたやつですよね、これ。で、どうやらこの実態としては今のこの地方銀行の状況は、この投資信託の時のよりも悪質らしいんですよね。うん。ね、銀行員ですよね。うん。だって銀行員がこのデリバ商品売り出したら、じゃあ証券マンって何売ればいいんですかね。うん。ていうか、普通になんかよくこんなもん今時売るよなっていうのが、だって騙し、だってもうこんなの詐欺ですよ、詐欺。ね、騙し商売じゃないですか。うん。
だからもうね、この最初にこのデリバティブね、一世風靡したね、このあの頃の、だからもう相当昔の証券会社、当時のね証券会社と同じことをやってるわけですよね。うん、ねえ、だって当時だってものハイリスクローリターンね、典型この詐欺商品って言われてませんでしたっけ？あれ違ったっけ？そうですよね。うん、だってじゃあ仮に全く知らなかったとしてもね、うん、いや昔からさね、偉い人はちゃんと言ってるじゃないですか、そんな美味しい商売、うまい話なんてないんですよ。うん、だってリスクを負わずにね、うん、金がもうどん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 勝手に増えていくなんて、うん、誰だってやるじゃないですか、そんなのが本当にあればね。うん、だからまあその誰がね、そうだからこの銀行さんが言ってるからとかって言うんじゃなくて、どこの誰が進めていようが儲かるから先に金を出せ、これも例外なく詐欺って言っていいと思いますよ。うん、そんなのさね、別に昨日今日始まったわけでもない、うん、もう昔からずっと言われてることじゃないですか。うん、っていうかこれ、いや当然ね、この地方銀行のこの騙してるやつら、仕掛ける側が問題だっていうのはそれは当然そうなんですけども、これ騙される方も騙される方ですよね。うん、いやだってもう仕掛ける側はさ、だって仕組みさえのこのノックインについてなんかちょこっとか、ね、記述ありましたけど、こんなのだってこのチャートの上下で数年ごとに話題になってるのにさね、だからもう明らかにね、この分かってて、ね、この騙してる、だから詐欺商品っていうのはそういうことですよね。だからもうこういうのをさね、この我々一般素人ね、特に興味がない人なんて分かんないわけじゃないですか。だからそういう人たちをね捕まえてね、騙しにかかってるわけですから、だから当然彼らね、この地方銀行の人たちなんかもう騙される方がバカなんだぐらいにしか思ってないわけですから、うん、絶対ダメでしょうね。うん、しかも物によってはさね、この証券会社から勧められたこの投資信託のパンフレットとかだとさね、この運用率がさ、この3割4割当たり前とかとんでもないのが普通にあるんですよね。不可能に決まってんだろうと思いますけどもね。うん、だからまあハイリスクローリターンね、だからリターンは頑張っても数パーセントなのにね、リスクは5割減以上あるんですからね。うん、まあ中身知らない高齢者へのね、うん、販売はね問題ですよね。でただな、例えばさ、この担当もさね、ちょっと綺麗どころのお姉さんとかだとね、なんかホイ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 みたいな感じでサインしちゃう人とか、そういう人たちも一定数いるんでしょ。うん、まあなんか一度購入して利益が出るとね、この大負けするまでね、お客さんで購入し続けてしまうって、このギャンブル性も高い商品だったりするんですよね。うんね、ちょっとびっくりですよね。今時仕組み債なんかに手出す人がいたんですね。うん、ね、リーマンショック覚えてる人もね、いらっしゃると思いますけど、もう15年14年前か、随分経ちましたね、あの頃からね。うん、まああくまでもね、素人のね、適当なこのやっつけ見立てではありますけども、まあそろそろなんかこうバブルが弾けるみたいな、だからまあ6月とか8月ぐらいですかね、ざっくりですけども、まあ日経平均底打って、まあそれぐらいこう下がるって、まあそういうふうに言われてるじゃないですか。だからその時にあぶく銭で株買って、ね、株価回復までの数年なんかこう待てば、まあ年利 5% とか余裕なのかなみたいな、うん、やんないですけどね。うん、ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。